玉ゆらっていうのはほんのひとときっていう意味があるので、ほんのひとときの時間を楽しく有意義に過ごしてほしいという意味で考えました。ほんのひとときをのんびり過ごしてほしい、そんな思いを込めた店名にぴったりなのが、今年1月にオープンしたカフェ玉ゆらです。数あるメニューの中から最初にご紹介するのはこちら、平日限定のお手頃プレートランチ。とにかく驚くのはその内容の多彩さです。いろんなものをですね、少しずつっていう、しかもそれぞれが美味しくて体によくてっていうことでですね、メインディッシュは肉と魚から選べるほか、魚介のマリネやシーフードグラタンなど手の込んだ料理がぎっしりと詰め込まれています。非常に野菜が豊富で体にいいんじゃないかなというふうに思ってます。平日限定なんですけども、かなりですね好評いただいてて、土日に来られてないんですかって言われる方もですねいらっしゃるので。続いてご紹介するのは、山形に盛られた五穀米にこれでもかとローストビーフを盛り付けていくこちらのメニュー、五重の塔雪景色ローストビーフ丼です。五重の塔っていう名前をつけて、雪景色というかですね、そういったものをつけさせていただいててですね、山口市ならではの象徴といいますか、そういったものをですね表していきたいとも思ってますし、たっぷりのローストビーフにかけるのは玉ねぎのソース、そしてサワークリームとわさびホワイトソースをかければ、一年中楽しめる雪景色が出来上がります。まず見た目でしっかり楽しんでいただいて、頂上にある黄身を崩していただきながら、ご飯とそれからお肉と野菜をこう混ぜていただいてですね、一緒に食べていただくのが非常に美味しいかなと思うし、ローストビーフの美味しさを堪能できるこちらのメニュー、大・中・小と3つのサイズがあり、ご飯も白米と五穀米から選ぶことができます。そしてデザートにプリンはいかがでしょうか。この3つ一見同じように見えますが、実は昭和、平成、令和と甘さや滑らかさなどが違うんです。そうですね、やっぱり昭和は少し濃厚で固めで、私たちが昔食べてた形のプリン、やっぱ令和になると今飲むプリンというのも流行っているので、そういった形で滑らかさがですね非常に高いということで、見て楽しい、食べて美味しい、そして健康になるっていう、笑顔と健康がコンセプトなんですけども、それに向かってですね楽しんでいただけたらというふうに思っています。